皆さんこんにちは、理学療法士の宮島優です。今回は僕が普段から行っている腰痛評価のルーティンを紹介したいと思います。まずはじめに僕の簡単なプロフィールなんですが、これまで整形科クリニック、総合病院整形科クリニックと勤務してきました12年目の理学療法士です。これまで学会発表させていただいたり、論文を貸していただいたり、セミナーの講師をさせていただいたり、また分かりやすく伝えるっていうのをコンセプトに情報発信をさせていただいてます。今回は腰痛評価のルーティンを紹介したいと思います。こちらリクエストいただきましたので、今回動画撮ろうと思いました。ルーティーンで評価をすることに関して、ちょっと良くないなっていう風に思ってらっしゃる方も結構いらっしゃるんじゃないかなと思いますが、実際僕の臨床を見返してみても、やっぱり毎回大体こういう流れでは行ってるなっていうのってやっぱりあるんですよね。それにやっぱり当てはまるというか、そのルーティーンでこうだからこうでこうっていう風になった時って、非常にやっぱり流れがスムーズなんですよね。すごく患者さんも分かりやすいですし、こっちも治療しやすいですし、やっぱりすごくいいこと多いかなっていう風に思います。でもちろんそのルーティンから外れてしまう症状とかですね、患者さんっていうのはもちろんいらっしゃるんですけど、そうなった時はそうなった時で、じゃあまた一から考えてみようかっていうふうに考えてみるので、僕はいいんじゃないかなと思ってます。特にですね、若手のセラピストとかで、まず腰痛の人来たら、まず何から見たらいいか分かんないっていう人とかはですね、何か一つこう一本軸とかが定まってると、とりあえず腰痛の人が見たらこれは見ようっていうふうに決まってると、すごく評価とか治療とかですね、自信持ってできるようになるんじゃないかなと思います。なので今回ですね、僕が普段からやってる問診から実際のこう都市の検査を含めてですね、どういう評価をしてどういう治療を行ってるかっていうルーティンみたいなのを紹介したいかなと思ってますので、ぜひですね、腰痛のことちょっと苦手だなっていうふうに少しでも思う方いたら、ぜひ最後までご覧ください。まずですね、問診の時のルーティーンを紹介したいかなというふうに思います。今回は下肢の痺れはないっていうふうな前提でお話しさせてください。腰痛がメインの主訴の場合ですね。その場合なんですけど、まずはですね、皆さん絶対聞くと思うんですけど、どういう時痛いですかっていうのを聞きます。患者さんによっては、なんか座ってる時に痛いんだよねとか、歩いてると痛くなってくるんだよねとか、寝ると痛いんだよね、寝返りする時痛いんだよねとかっていろいろおっしゃると思うんですよね。で、その患者さんが訴えたその症状の動きを腰椎の運動に置き換えます。例えば座ってると痛いんだよねっていうのは、腰椎の屈曲位の保持で痛いっていうふうに考えることができます。で、対して歩行時痛は腰椎のどちらかというと伸展になりますし、寝て痛い、仰向けで痛いとかっていう方も、これは腰椎伸展位で痛いっていう方が結構ほとんどです。寝返りだったら腰椎の回旋かなっていう形で、患者さんが訴えてるどういう時痛いのかっていうのは、腰椎の動きでいうとどれなのかなっていうのをまずイメージするようにしてます。そうすることで、じゃあ屈曲で痛いんだったら、じゃあ次屈曲の動き見てみようかな、前かがむと痛いですとか、座ってると痛いですだったら前かがむの見てみようかな、反る方は動き出るかなっていう形で屈曲と伸展の動きを見るっていう風にしてます。前にかがむと痛いっていう人に関して、側屈の動きとかは僕はあんまり積極的に見ないです。なので患者さんが今痛いっておっしゃってる動きは、腰椎の屈伸なのか側屈なのか回旋なのかっていうのをまず確認しています。その上で絶対いらっしゃるんですけど、何してても痛いっていう人が、います。楽になる時がないっていう風におっしゃる人がいます。で、楽になることがないっていう風におっしゃる人で、まずちょっと危ないなって思うのが、レッドフラックスを考えてほしいんですね。非機械的疼痛っていう風に言うんですけど、常に休まることがない痛みって、もしかしたら筋骨格系じゃなくて内臓とか、もしかしたら癌とか、そういった痛みの可能性があるんですね。なので、何してても楽になる時ないっていう風になった時では、既往歴とかちょっと細かく確認したりとか、その辺を患者さんに聞いたりとか、癌の既往ないですかとか、どっか打ったことないですかとか、例えば圧迫骨折がないかとかですね、ご病気のご家族とかでそういったこととかないですかとかっていうのは確認する必要があるので、まずはそこを疑います。そういうのはなさそうだな、レッドフラックスではなさそうだなっていうふうに思ったら、僕は結構もう動きとかはアライメントを最低限見るぐらいにして、結構痛みを発している筋肉とか組織を探しに行きます。結構筋肉痛とかでも常にパンパンですみたいな人とかは、もう何してても重い感じがしますみたいな風におっしゃる方が結構いたりするんで、そういう人とかはもう純粋に筋肉とかをほぐしたりすると楽になるって方結構多いんですよね。まず筋肉をじゃあほぐしたら楽になるのかっていうのを僕は結構見たりします。何してても痛いですっていう風になったら、寝ててもちょっと重い感じしますとかっていう風になった場合とかは、もう寝せて筋肉を硬い部分を探してほぐしに行ったりします。それで楽になるかを見ます。
楽になったら筋肉の痛みって評価できますし、楽になんなかったらまたもしかしたらレッドフラッグかな、もしくはイエローフラックスって言うんですけど、ちょっと心理社会的な疼痛、痛いっていう訴えじゃないけど痛いっていう風に表現してるっていう痛みなのかなっていう風に考えたりすることもできます。サイエンスがあるかとかっていうのでもよく言ったりするんですけど、患者さんがこの時だけ痛くてあとは大丈夫ですって言ってる人は結構大丈夫だったりするんですけど、楽な姿勢がないです、常に痛いです、いつも何か痛いですっていう風になったら結構心理社会的な要素が絡んでる人が多いなっていう印象を受けるので、そういう感じでどういう時に痛いかっていうのをまず聞くようにしてます。その次にもう一個がどういう時に楽になるかっていうのを一緒に聞いてます。座ってると痛いですっていう人に関しては、じゃあ立って背筋でもこうやって伸ばした方が楽ですかっていうと、あ、大丈夫です、むしろ歩いてる方が楽ですとか、歩いてる人は座ったりかがんだりしたら楽ですとかっていうのも聞いたりします。これもかがんで痛いけど反ったら楽ってなったら、これも可能性高いですよね。あ、これはもう屈曲が何かしら悪さしてんだなっていうのはもう明らかにわかる、進展が何かしらの原因でできなくなってて屈曲優位になっちゃってるから痛いんだろうなっていうふうにわかりますよね。なのでどういう時痛いかのセットで、どういう時だったら楽ですかっていうのを一緒に聞くとすごく病態が推理しやすくなるので、一緒に聞いてみるようにしてください。どういう時は楽ですかで、いや全然どんな時も楽じゃないよっていうふうになったら、さっき言ったようにですね、ちょっとなんかおかしいなっていうふうに疑って、またちょっと別の評価みたいな感じでやってもらえるといいかなと思います。続いてですね、例えばかがんで痛い、反って痛い、ひねると痛いっていう風に動きが分かった後に、じゃあ実際どういう検査をしていくかっていうのをちょっと実技を交えながらですね紹介しますので、この後もご覧ください。実際に患者さんが痛いっておっしゃってる動作が分かった後ですね、どういう評価をしていくかっていうのを紹介していきます。例えばかがんで痛いっていう風におっしゃる患者さんがいたとします。そうなった場合はですね、一回かがんでもらっていいですかっていう形で、まず脊柱のどこがより曲がってるかなとかっていうのを少し指針で見たりします。そうなった時に、例えば胸椎の方はまっすぐだけどこっちの方で結構かがんでることが多いなみたいな風になったとしたら、これは腰椎の屈曲がすごく過剰だなっていう風に評価することができますし、例えばなんかもうここは全然動かないで、なんかこんな感じでここは全然動かないで、なんかここの屈曲がとにかく強いなみたいなとかの動きをなんとなく見ます。これはまあちょっと自信動作観察なんで難しい面もあると思うんですけど、なんとなく見てください。その上で次に、腰が痛いんで腰の屈曲を止めたら楽になるかっていうのを見ます。なので腰の部分のところを触ってもらって、できたら一個一個の腰椎こうやって止めた方がいいんですけど、そういうのがもし難しかったらですね、腰椎ちょっと心底の方にこうやって固定しといて前にかがんでみてもらっていいですかっていう感じとかで、腰椎の屈曲がなるべく出ないようにっていうのをやったりします。こういう感じで今みたいにこうガッと止めてもいいですし、腰がここで手のひらでこうやって止まっとく、腰がここで以上曲がんないようにしようっていうふうに、腰の動きを止めたら楽になるかっていうのを見ます。腰の動きを止めたら楽になるってことは、やっぱり腰椎の屈曲が出すぎちゃってるんだなっていうふうに判断することができますんで、そうなった場合は腰椎を進展させるようなトレーニングとか、あとは腰椎の屈曲が出ないようにっていう治療をやっていきます。ただですね、止めてもやっぱり痛いっていう人結構いらっしゃるんですね。でそういった場合は腰の関節っていうよりもう背中からまたぐもう大きいこの筋肉とかが痛いのかなとか、そういうことを考えたりとかもします。なんでまずは腰椎を止めたら楽なのかなっていうのを見たりします。その次ですね、例えば腰椎を止めたら楽だっていう風になった場合ですね、腰椎の隣にある胸椎とあと股関節ですね、股関節の動きをちょっと一緒に出してみます。特に前屈だと多いのが骨盤の前傾が出なくて腰椎の屈曲が過剰に出て痛いっていう人が多いので、ここの骨盤の動きですね、ちょっと失礼します。じゃあもう一回これでかがんでみてくださいっていう感じで、股関節の動きを徒手で一緒に促します。なんで股関節の動きを解除して、そしたら腰椎が楽になるっていう方だったら、股関節の屈曲、骨盤の前傾っていうのが出たら腰痛は楽になりそうだなっていう評価ができると思うので、そしたら股関節の屈曲についてもうちょっと細かく見てみようかなっていう感じでベッドのところで評価したりすることができます。他にもですね、進展の場合も同様で、進展で痛いっていう場合だったら、じゃあ支えてますね、これでもう一回反ってみてもらっていいですかっていう感じで、ここの腰椎の進展を出さなければ痛くないのかとかっていうのを見て、で腰椎の進展が出なければ大丈夫ですよ、例えば胸椎の進展が硬すぎるせいで出ないのかなっていうふうに考えて、胸椎の進展をグーって促したので反ってもらったり、股関節の進展かなっていう形で股関節の進展を出しながらやってもらったり、はい戻してくださいっていうふうにやって、どっちが楽かなっていうふうに見たりします。この進展に関しては結構胸椎の影響も強いですね。
股関節だと全然変わんないけど胸椎の伸展を促したら楽になるっていう人も結構多いです。そういう風になると下半身よりは上半身の方をしっかり評価していこうっていう風なことにもできますし、この辺は結構問診で関わってきたりとかします。歩いてる時は大丈夫だけど座ったりしてるとダメとかってなった場合は下半身より上半身の影響の方が強いんじゃないかなとかっていう風に考えたりすることもできるので、まとめますと痛いっていう動きがあったらそこの動きを止めてみてください。止めて隣にある胸椎と股関節の関節の動きを補助してあげて、それで楽になるかっていうのを見てあげると、その後一気に治療が進むかなと思います。腰椎の回旋に関してもですね、特に腰椎って回旋が苦手な関節なので、もし体をこうやってひねってもらった時に痛いみたいな話になったら腰をこうやってガッと止めて、はいじゃあ一回回してみてくださいっていう感じでやってもらってどうかとか、あとは股関節を骨盤からこうやって回したらどうかとか、ここから一緒に回したらどうかっていうふうにやってもらえると、その後の治療が立てやすくなりますので、まあ、まず腰椎を止めて楽になるか、あと隣接関節の状態はどうかっていう手順で見てもらうと分かりやすいかなと思います。僕は実際こういうやっぱり振り返るとですね、ルーティンで結構やってることが多いかなと思うので、皆さんもぜひそういう感じでやってみてください。今回は僕の腰痛評価のルーティンを紹介させていただきました。何かわからないこととかリクエスト等ありましたらコメント欄の方までよろしくお願いします。この動画がいいなと思ってくださった方はチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。またツイッターもやってますのでぜひフォローしていただけますと嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。今うちの会社でメインでやってる授業が整体とピラティススタジオっていうのがあるんですけど、こちらでスタッフを募集しています。特にピラティススタジオの方はこれから100店舗を目指していくんですけど、まだ今店舗が少ない状態なので、今から入った方でもどんどんマネージャーとか管理職の方を目指すことができます。海外でも事業展開をしていく構想があるので、英語が喋れて整体とかピラティスやってもいいよっていう方は優遇しますんで、ぜひ来てください。具体的には、概要欄に整体のリンクとピラティススタジオのリンクを貼っておくので、そちらに登録して詳細を確認していただければと思います。海外希望の方はどちらかの LINE で海外希望を伝えてもらえれば検討させていただきます。まずはお気軽に登録してご連絡いただければと思います。